お花紙とセロテープを使ったしだれ桜の作り方です。桜の花と花びらを机の上に広げたら、その上からセロテープを押し付けます。くっついてないところがありますので、少しずらしてまた貼ります。セロテープを伸ばしていくと、桜の花がどんどん紐状につながっていきます。それを掲示板の両端、真ん中、その間とバランスよく貼っていきます。セロテープのついている側から押しピンを押します。押しピンで押した状態です。適当な長さのところで切ります。それから上の部分をくるっとひっくり返して押しピンを押し直すと、押しピンが見えずふわっと立体的になります。これで風になびくしだれ桜の完成です。タイトルや他の花などと組み合わせて掲示してみてください。